リバプールを率いるユルゲン・クロップ監督は、同クラブに所属するDF、ジョエル・マティップ、UEFA チャンピオンズリーグ、CL グループ D 第一節アヤックス戦を欠場することを明言した。クラブの公サイトに、クロップ監督のコメントが、掲載されている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中。バプールでは、17日に行われた、プレミアリーグ5節のエバートン戦で、オランダ代表 DF フィルジ・ファンダイクが、膝の靭帯を損傷。同選手、長期離脱を強いられることになった。今季後まで2試合の出場ではあるが、ファンダイク、代役として期待されていたマティップ。しか、アヤックス戦の欠場が決定となったようだ。ロップ監督は前日会見で、ジョエル・マティはここにはいない。だから、完全ではない。しか、それが我々の今の状況で、我々はそれに対応しなればいけないと話し、マティップのアヤックス欠場を明言した。また、ファンダイクとマテプに加え、MF チアゴ・アルカンタラも負傷人をアヤックス戦を欠場することになるという、昨日 CL 初戦を迎えるリバプール。負傷者が続出、る中、アヤックスに勝利することができるの、ろうか。りょう。